名古屋市立昭和橋小学校は、名古屋市中川区中野新町にある公立小学校。1938年7月4日、名古屋市八田神城高等小学校分教場より、名古屋市昭和教神城小学校として創立された。1971年に設置された分校は、1978年4月1日に、玉川小学校として分離独立している。 1985年には学区内に所在する名古屋駅再開病院内に院内学級としてつくし学級を設置する。また、2014年に特別支援学級としてひまわり学級を設置している。愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は2018年9月1日、現在、 中川区のうち、目手町2から3丁目、大畑町2丁目、北港町、新鮮町5丁目、大須野通、小徳町1丁目、少年町、小宝町、照明町、昭和京通り1から4丁目、太平通り6から7丁目、玉船町、中野新町、廃家町、福船町、宝蔵町、蔵町明徳町、八賀町2から3丁目、 八賀町6丁目の全域及び太平通り5丁目、八賀町1丁目の各一部を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は名古屋市立昭和教中学校となっている。ありがとうございます。